ス待ってろよベガス。バイクでアメリカを旅したりするダンサーオメガでございますということで行きましょう旅行もうすぐ夜が明けちゃうよ。今日行くのはベガス、ラスベガス行きたいと思います。 Let's go。 チャンネル登録までの人はよろしくお願いします。高評価コメントもお願いします。では行きましょう。 Let's go。 よろしくお願いします。バイクちゃん、イエイ、レッツゴー。お願いします。夜明けとともにスタート、向かうはラスベガス。今回の旅行は4日間で1210マイル、1950キロ、ラスベガスまで268マイル、430キロ。ロサンゼルスを出発して最初の目的地であるバーストを目指します。朝日の中快適に走っていると、急に渋滞になった。まだ太陽が雲がかってて日差しは強くないんですけど、確実にね暑くなるよ今日っていう感じがバンバンするから、ちょっとできるだけね早めにベガスに向かいたいですね。事故怖え、事故りたくねえ、気をつけよう、風運転。渋滞の後は比較的スムーズ、太陽が上がってきてから気温が暑い。そしてオッケー、そんな感じで改めましてございますバースト来ました。3分の1ぐらい運転してすでに暑いですよ。若干もうこれ結構限界なんで、ちょっと着替えたいと思うんですけど、手がね指がねなんかもう麻痺してんのやばい。今んとこ順調、マジでそんなに悪くない、悪くない。よし頑張ろうぜベガス、待ってろよベガス。あー着替えました色一緒だから分かんないと思うんですけど、全然こっちの方が多分快適だと思われる。一旦、ああ最高、こういう時のモンスターバチうめえな、やば。あ、やべえ、この服超涼しい、うわ涼しい、いくぜ、ウォー、ラスベガス。そんな感じで運転していたらあることに気づいた。ここでいきなり問題です。 ZZYZX なんと発音する？答えはザイザックス。読めるか。次に向かったのは砂漠の街ベイカ。ここにはある有名なものがあるらしい。これが世界一高い温度計らしいです。 World's tallest thermometer。 Thermometer。 やばい、くさっち、今104度とかって書いてあったな。あじゃ暑いんだけど、今日いい感じに曇ってて、もうそれがマジ幸い。ベガスまであとね1時間ぐらいかな。気合入れていきます。ベガス行って早く行って遊ぶぞ、やろやろ。飯も食いてえしよ、バッフェが待ってんだよこっちはよ。食いてんだよベガス、ベガス行くぞ。ベイカーを後にしてフリーウェイを爆走中。そしてついに見えてきた、カリフォルニアを越えて、ここはネバダ、ネバダ州ありました。少し寄り道、向かった先はお願いします。暑直で太陽当たってなくても熱風なんだけど、セブンマジックマウンテンだったかな。すげえもん作ったもんだよ。I like those pink ones, you know? めっちゃおもろい。そうこう。いえ、もう色一緒やし。色ここと一緒やし。Seven Magic Mountains! イェーイ。こういうのがあるんだね。面白い。イェーイ。でもね、バチクソ熱いんですよ。ということでですね、もうちゃっちゃと行きましょう。ベガス行こうぜ、ベガス。もうあと少しだから。ベガスが待ってんすよ。
朝ごはん食ってねえっつうの。出かける前に朝の4時ぐらいに急いでちょっとだけ食べて、モンスターは買ったけど、あの食べ物系何も食ってないんですよ。もうだいぶペコちゃんですよ。もう腹ペコタですよ、マジで。よし、ベガス行くぞ。イエス、ゴールはもうすぐ。ラスベガス市内には入っていると、ここで緊急事態。やべえ、暑すぎて iPhone 落ちた。109度だよ、109度。109、なんかすげえとこ来た。なんかすげえな。ベガスってすげえな。なんかサファリパークと遊園地をくっつけたようなところに来てしまった気がするんだけど、これは合っているのか、この感覚は。やばい、気温えぐい。気温が、ウェルカムトゥベガスサイン、ここ行きましょう。いやー、やっと着いた。 iPhone の Google マップ使ってたんですよ。したら、あの暑すぎて、もう暑すぎて無理ですって言って、もう勝手に自爆しちゃった。ナビ急になくなったんだけど、しかもあとこれ見て、これヘルメットの接着剤の部分が熱すぎて取れた。むちゃくちゃやん、こんなん。すげえ、飛行場だよ。いやー、来ちゃったね、ベガス。マジでよかった、無事来れてよかった。バイクでベガス初上陸、イエーイ。めっちゃ並んでる、イエーイ。 Welcome to Las Vegas。やべえ、あっちへ。パンパネ。なんか、あの飛行機でギューンついてくるやつとは旅行の種類が違うんだろうね。何これ。こんな大変なん、ラスベガス来るまでが。地獄やわ。今日はプラネットハリウッドっていうホテルに泊まるんですけど、今まだお昼前ぐらいなんですよ。12時ぐらいなんですよ。でチェックインが3時なんで、とりあえずプラネットハリウッドのパーキング止めて、服着替えてご飯食べに行ったり待ちぶらして、3時になったらチェックインって感じで行こうと思います。ちょっと、ふぅ、暑いわ。ふぅ、やばい、マジベガス来ちゃってんよ。すげえな。俺なんかね、未だにどっかちょっとふわふわしてんだよね。本当に来てんのみたいな。めっちゃ暑い。今気温113だもん。見てこれ、113っすよ。やばくないっすか。やっぱこの砂漠でめちゃめちゃただでさえ暑いのに、さらにこのコンクリートベガスに入ってきてたら途端に暑くなったね、マジで。このまま行くと本当に熱中症になる気がするから、もう早く抜け出したい。本当に綺麗な景色なのはわかるんだけども。俺は笑えないよ。ニューヨーク、ニューヨーク、 MGM グラウンド。体力的に限界を迎えそうなのに、なんかしないとノリが半端ねえ。暑さと楽しさで頭おかしになってる。ふぅー、お願いします。やばい、あ、やばい。着いた途端に一気に疲れが来て、フラってなって、やば。ちょっと休憩しながら着替えて移動します。あー、きつい。よっしゃ、やっとできた。むっちゃ時間かかった。最初の10分ぐらいはまず暑すぎて死んでて、そっからゆっくり着替えて、で少しずつ体調が戻ってきて、で荷物の積み替えとかやって、はあ、ここに着いただけでもう満身創痍なんだけども、もう仕上がっちゃってんすけど。なんか出てこなかったんだけど、もうやべえ、無理だ。しない。よし、あ、めっちゃ涼しい。やば、めっちゃ涼しい。やば、めっちゃ涼しい。やばい、やばい、地獄から一気に天国来たような気分。もうめっちゃ涼しい。もうなんかベガスの、ま、なんかこのプラネットハリウッドのうおーすげえ綺麗とかじゃなくて、めっちゃ涼しい。バイクでこんなとこ来ると人間壊れる、精神崩壊するわ。イエーイ、なんか急に俺は天国に来ました。天国に来ました。イエーイ、遊ぶぞ。イエーイ。